ソッタは韓国で行われている花札の遊戯である。おいちょ株と統計のゲームであるが、特殊役が非常に多く、ポーカーに似た掛けの仕方をするのが特徴である。トゥジョン。左はリーメン。右は8種類の小朝鮮では、日本の花札が入ってくる以前から、中国のパイ9の灰と同じ構成のコルペや独特なスート構成を持つトゥジョンという紙パイがあった。 トゥジョンの由来は明らかでないが、18世紀以降、流行していた80枚の細長いカードで、動物の名前のついた8つのスートがあり、角、スートは1から9までと、小の10のランクよりなっていた。トゥジョンで、最も人気があった賭博は、カードのランクの合計の1の位が、最も大きいものが勝つというものであった。1900年頃に、花札が朝鮮に流入すると、 これらのゲームは徐々に花札に駆逐されていった。トゥジョンを使ったトッリョデニというゲームは中国のパイーを使ったゲーム闘牛と似ており、5枚の手札から3枚を10の倍数にして捨て、残り2枚でペアを作るゲームであった。これをそのまま花札で行うようにしたのが鳥じっこ店で、日本では5枚株と呼ばれている。そったは鳥じっこ店に似ているが、 より簡易化されており、役などに日本の同型のゲームである、おいちょ株の影響が見られる。そったという名前は賭けに出るときの、そったという掛け声に由来する。よく、と呼ばれるが、正しい名称は、同音の、である。日本では、カチカチという名前で、同じ系統のゲームが行われている。二人から十人までで遊ぶことができる。おいちょ株のような親と子の勝負ではなく、 ポーカーのように降りていないメンバー全員のうちで最も強い札を持つ者が勝つ。花札のうち、柳と霧及び、数札を除いた20枚。他にチップを用意する。カードは1人当たり2枚配る。おいちょ株のような3枚目はない。各自は主札を見て、親から順に、半時計回りに賭けを行う。賭けのやり方はポーカーに似ており、以下の方法がある。 掛け金を引き上げるするとき、その額は、現在の掛け金の額以上にしなければならない。以上を、降りていない、全員の掛け金の額が等しくなるまで行う。二枚の札の組み合わせによって、勝負をつける。最も強い手の者が、ポットの掛け金を総取りする。役のことを直歩という。多くの役があるが、強い順に羅列する。区案点二枚が共に、 光札の時の役を、クアンテンという。柳と霧を除いているので、考札は全部で3枚しかない。クアンテンの工程は、3.8、1.8イコール1.3の順であり、1.3、1.8クアンテンは、暗行魚子に負ける。点2枚が同じ月であった場合を、点と言い,い、クアンテンの次に強い役である。点同士では、月数の大きい方が強い。 最強は紅葉のペアで、これを、ちゃんてんという。ちゃんとは、ジョンの、小のこと。一月の天は、ピン点ンという。ピン点ンから9点までは、天蛇ゃに破れ、ちゃんてんは破れない。それ以外の役以下の役は、天の次に強い。強い方から順に記す。く、役がない場合は、2枚の月の合計の1の位で、比較する。これを、く、という。 合計の1の位が9の場合を、カボと言って、最も強い。例の場合は、マントンという、特殊役どの特殊役を認めるかで、地域差がある。ありがとうございます。